どうも、あ、こんばんは、エネムです。ポケットモンスターウルトラサン、ウルトラムーンの、レート対戦実況を、これからちょくちょくアップしていこうかと思います。ただいまレート対戦の数は100戦目ですね。これがまあ五分五分、負けの方が 1,2 戦ちょっと多いぐらいで、レートは1540ぐらいなのかな。全く変わらないですね。やっていきますか。相手の方僕よりレートちょっと高いんで怖いですね。ポリツーを入れましょう。ポリツーを入れてテテフをな、テッカグやどうにかするとして、マリルリかな。ちょっとあのリザードンが Y だったときちょっと怖いんですけど、そうですね、 Y じゃないかY じゃないことを信じて、初手マリルリ。あ、ってこれナットレ来たらどうするんだろう。これナットレ来たらどうするんですかね。これリザードン X でいきますか。リザードン X は僕のリザードン X なんですけど、リザードン X で裏にテッカグヤ、テテフ受けテッカグヤ、マンダウ受けのポリツー、ああこんな感じで、あ、月光が投げてくると思うんですけど、月光がカバルドンだと思うんですけど、もうこれカバルドンだと信じていきましょう。一回リュウマイします。あれリュウマイのフレアドライブで飛ばせたっけカバルドン。いや飛ばせないような気がするんですよ、いつも。あのね、サンムーンからちょくちょくレート対戦やってるんですけど、まあ、1800に行ったことがないんで、なんとかウルトラサンウルトラムーンでは1800行きたいんですよ。リザードン、リザードン対面ではなんかあれですね、だって X だと思うんですけどね。ここ激輪打ってなんかテテフ合わせられるのも嫌だし、いやどうなんだろう、ここ、これ調子乗ってリュウマイとかしていいんですかね。で X だった時なんか相手に激輪打たれたら逆にだるいっていう、かといって激輪で相手を落としたとしてもテテフになんか合わされてリザードンはそのままバイバイしそうですし、でもテテフの最近、いやでもこっちがまず S の勝負で勝てるかどうかってとこなんですよ、ね。とりあえずここメガ進化して、激輪します。あ、リザ、うわ完全にやられました。もうやだな、火炎放射、え、あれちょっとにわかなんでわかんないんですけど、リザ Y の耐久ってこんなもんなんですか。ちょっとポケモン徹底攻略で調べていいですか。リザードン Y の耐久ってあんなもん、言うてこっちまあタイプ1力の爪ならこんなもんなんですかね。まあ当然ここ出してきますわな。でもこいつ多分 HP マックスならあいつの最近で多分一発ギリギリ耐えるようなことしてくれたと思うんですけど、まあここは削られてるんで落ちますね。多分あの HP マックスなら全然いけましたね。あいつスカーフなんで、ここはテッカグヤ出して相手引いてくると思うんですけど、テッカグヤに対抗する手段多分リザワイしかないんで、そうですよね、リザワイしかないはずだけど、こいつがメザパ炎とか、多分あと1体はナットレーだと思うんですけど、でも月光が初手出してこなかったってことは多分ナットレーじゃないんだかなと思うんだけどな。でこれナットレーどうやって処理するんですか。俺これナットレーどうやって処理するんですかね。これ電磁波でなんとかまひらしてナットレー処理するんですかね。僕これどうやってナットレー処理するんだろう。とりあえずここ、いやな、あ、とりあえずここヤドリギ打ちますか。俺ナットレーどうやって処理するんですかね。サイコキネシス、まあ、なんとかサイコフィールド切れたらあいつ自分から引いてくると思うんですけど、あーこれなんかうまいことやられそうですね。ナットレに宿り木入れられてなんか変なことされそうですけど大丈夫ですかね。ポリツーとか簡単に処理されますからね。どうしようかな、毒入れてもいいんですけどね。ここ
まだここサイコフィールド張ってるんで相手引いてこないと思うんで、とりあえずここ独特で、え、ナットリじゃなかったのかな、何だったんだろう。あと一体対戦ありがとうございました。やったぜ大凶さん、大凶さん、大凶さん、対戦よろしくお願いします。ガルーラがいるんですけど、俺ガルーラに対するガルーラでもゲンガー連れて行ってなんか猫だましされたらゲンガーに合わせるみたいな感じなんですかね。いやだパルシェンカ、いやなんかもう相手全部苦手なんですけど、フェローチェの倒し方がいまいちよくわかんないですね。どうしようかな。多分ガルーラは出てきますね。メガ進化するのがガルーラしかいないんでガルーラ出てくると思うんですけど、ランドロス、ランドロス、ちょっと初手マリルリ投げていいのかな。いやでもギルガルド出されたらだるいからテッカグヤも入れたいんですよね。うわーこれちょっとどうしようかな。海流、ああ海流、ガルーラいるからちょっとうかつにポリツーはあんまやりたくないんですけど、とりあえず、マリルリー、マリルリーいいのかな、選出マリルリーかぐや、これさっきと同じ選出や、あ違うゲンガーが入ってるだけいいか。僕の一番好きなポケモンはゲンガーなんですけど、僕のゲンガーは HP と S にぶっぱしてます。一番あれかな、メジャーな方なんですかね、 HS ぶっぱって。なんか最近はなんだっけ、あの鬼火とかのゲンガーが一番多いのかな。ランドロス、これはまあ当たりだから絶対トンボ返りでしょこれ。威嚇、威嚇もらってもここでアクアジェット半分入れたら次のアクアジェットでしばけるんで、多分アクアジェットで半分は入る、半分は入りますね。トンボ、俺ランドロスになんか初手トンボ以外やられたことないような気がするんですけど。イルガルド、なんだろうこれ、身代わりとかされたら最悪ですよね。ここはテッカグヤに下げます。でまあ宿り木入れて、うわやられた、あーここどうしますかね。こう剣の舞してくるんですよね多分、それやられるとちょっとだるいですね。あーランドロスがちょっとあれなんだけど、剣の舞された影打ちでゲンガー落ちるのかな。いや落ちるかさすがに、ちょっとここヘビーボンバーで、あのうまく合わせれば、うまく合わせればゲンガーで倒せないこともないと思うんですけど、シャドーボール、これゲンガーバック読みなのかな。ここもう一回身代わり張ってくると思うんですけど、あーどうなんだろう、こうもう一回俺の宿り木読み、もう一回身代わり張ってくると思うんですけど、ここどうですかね。ヘビーボーまで、あシャドウ、いや宿り木打ったらよかったな、これならそれなら宿り木打てばよかったな。どうしよっかな、ここ一回守ってシャドウ棒耐えれるだけ、シャドウ棒耐え、いやキングシールド張ってくるかな、シャドウ棒耐えれるだけ体力を回復して、あシャドウボさっきどんな食らったんだろう。ここキングシールだと思うんですよね。一回ここ守りましょう。いや交代してもよかったな、やっぱシャドウボかな。いあここ交換してもよかったですね。多分、耐えてくれると思うんで一旦ここ宿りきます。危ない、
あ、個人的に鉄かぐやはもうここで用なしなんですけど、多分交代してくるんちゃうんかな。まあ、どっちにしろちょっと鉄かぐやはね今んとこもう用なしなんで、悪ジェで飛ばせるでしょ。ランドロスはランドロスは悪ジェで飛ばせるから、こう引いてきたと想定 C の毒毒をね入れたいんですよね。まあ何に引いてきたとしても、いやでもこう守る安定なのかな。一回守る見せてるから多分ここ守ってくると思うんですよね。守じゃないわ、シャドーボー、あー交代してくると思うんですよね。だからそこに毒毒をぶち込みます。海流、あーまあ宿り木でもよかったんだけど、とりあえずマルチスケール消えたんで、そうだな、リュウマイしてくるんちゃうんかな。こことりあえずねこうリュウマイしてくると思うんで、宿り木の種打ちましょう。まあ別に雷パンチされたら別にそれでもいいんですけど、でここなんですけど、マリルイのジャレーを、あーでもマリルイすると鉄かぐやじゃねえわ、出てくっかな。雷パンチでどこまでマリルイが耐えられるかどうか俺ちょっと分かんないんですよ。マリルイ別にそこまで耐久高くなかったでしょう。だってこいつ100もないよな。ならもうゲンガーでなんか、あゲンガー守る入ってたっけ俺のゲンガー。いや道連れか、あ ここ一回ゲンガーで身代わり張ってみたいなことやればいいんじゃないかな。いや雷パンチある以上なんかマリルイ そこまで経験が浅いんで、マリルイが雷パンチをどこまで耐えてくれるかっていうあれが知識がないんで、ここ一旦メガして身代わり張ります。ここでなんかバックしてきてくれるなら別にいいし、そのまま雷パンチなり地震なり打ってきてくれても別に全然構わないですね。いや構わなくはないけど、いやここ引いてきてほしかったけど、まあ、俺打点ないしな、ゲンガじゃん海流に。自信持ってんのかーい。まあこれあれですね、ゲンガーで身代わり張るだけ張ってあいつの毒進行させて、で最後なんかギリギリのとこで止まったらマリルリに自信合わせてアクアジェット打つみたいな、そういうやり方でもいいかもしれないですね。まあ、上からシャドーボー当ててもいいんだけど、どこまで減るんだろうか別に。あーでもどうだろう、海流微妙にこのまずまずの耐久持ってると思うから、あ別に高くもない低くもないような耐久だったような気がする。こいつ100何歩だ忘れた。でもなそこまで低くなかったと思うんだよな。もう一回身代わり張ります。これあれかな、ギルガルド影打ち持ってんのかな、すっかり忘れたんですけど、ギルガルドの影打ちのこと忘れてたし、ランドロスは上からしばけるんですけど、とりあえずここをヘッドバック打ちますか。いや待てよ、85残ってたら身代わりを張ったままいけるな。これもう一回身代わり張り、あーでもダメか、あーどうしよっかな、海流残さないと思うんでね、もうここヘッドバックでいいですね。ヘッドバック3で、ここなんだよな、ギルガルドは影打ち持ってると思うんですけど、ランド？え、ここのランドロス何してくるんですかね。いやーこれスカーフラ、いやスカーフランドかな、
いやこれスカーフランドロスなんですかね。ここスカーフランドロスだったらだるいんで、地震打たれてもだるいし、マリルリのアクアジェットで飛ぶ範囲なんで、ここをマリルリに変えてアクアジェットぶちっぱなして、まあ、地震なら地震でマリルリ耐えるし、まあ、アクアジェットで落として、ギルガルドの影打ち、あれギルガルドとマリルリってどっちが早かったんだっけ。ここ相手ギルガルド先に出して、なんか影打ちでゲンガー落としてマリルリ出してきたらランドロス合わせてマリルリの攻撃力落とした。いやでもどうなんだろう、そこら辺の判断はちょっと全然よく分かんないですね。禁止、あーやっぱ禁止持ってたんだ、なんか一回も張ってこなかったから持ってないのかと思ったけど、やっぱ持ってるんだね。食べ残しでちょっとずつ回復されます。シャドボで落ちるけど多分ねシャドボで落ちるけど、アクアジェットやられたぜ。これ相手のギルガルド、これ影打ちなかったですね。対戦ありがとうございました。あー一勝一敗、まあでも1550かそれぐらいだと思うんで、1800目指して、頑張ってやっていきましょう。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。